皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。この動画には、ネタバレ要素もあるので見る際には注意してほしいんだぜ。これは大事なことね。今回はウルトラマン USA について紹介していくぜ。ウルトラマン USA? 国を超えちゃってない?どうやら霊夢は知らないみたいだな。今回は、珍しいウルトラ戦士たちの活躍や特徴について紹介するから、楽しんでくれよな。それは楽しみね。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。ウルトラマン USA は、アメリカのハンナ、バーベラ、プロダクションと、日本のつぶらやプロダクションが制作したアニメ作品なんだ。日本でも1989年4月28日に劇場公開されてるんだぜ。本当に USA の作品ってことね。初めて知ったわ。ああ、アメリカでのテレビシリーズ化を見越して制作された作品で、ザ・ウルトラマン・ウルトラマン・キッズに続くアニメ版ウルトラマンであり、怪獣と戦うウルトラ作品としては、ザ・ウルトラマン以来10年ぶりに制作されたアニメ版ウルトラマンなんだぜ。かなり期待された作品だったのね。それで、どんな作品になっているの?今作は、M78 星雲にある双金星が謎の爆発を起こし、地球に飛来した残存生命体の双金、モンスターを倒すため、3人のウルトラ戦士がアメリカ空軍の3人の兵士たちと一体化するという物語なんだ。3人もウルトラ戦士が出てくるなんて大盤振る舞いじゃない。これは期待できそうね。そうだろ?しかも、ウルトラチームという、ウルトラ兄弟とはまた違った少人数のヒーローチームの設定も導入されたりと、後のトライスクワットのような流れも見られるんだ。へぇ、時代を先取りしてたと言えるわね。他にも、アメリカの作品だけあって、登場するウルトラ戦士たちは70メートル超えの巨体なんだぜ。初代のウルトラマンの倍近くあるってこと?だからこんなにスタイルがいいのね。ああ。さらに、作中ではぼかして表現されていたが、今作のウルトラ戦士たちも光の国出身で、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーでは、ウルトラマンベリアルを倒すためにはせ参じているんだ。まさかのアニメから実写作品に来ているの?でも、めちゃくちゃ大きいから浮いちゃうんじゃないかしら。それが、この作品では他のウルトラ戦士たちとほぼ同じくらいの背丈となっているんだ。他のウルトラ戦士に合わせたのか、それとももともと彼らが怪獣にサイズを合わせていたのかしらね。そうだな。そして、2022年放送のネット作品ウルトラガラクシーファイト運命の衝突において、なんと33年ぶりに本編登場が決定しているぜ。今後も活躍間違いなしのチームだってことだ。すごいじゃない、アメリカでもたくさんの人が見てくれると嬉しいわね。それで、チームにはどんなメンバーがいるのかしら?それじゃあ最初に紹介するのはウルトラマンスコットだ。本作の主人公のウルトラ戦士で、スコット、マスターソンと一体化しているぜ。スコット、マスターソンはどんな人物なの?航空ショーの最中に起きた事故の際に、ジャックやウーマンベスト共に4体の双金、モンスターを追って地球へとやってきた、3人のウルトラ戦士の一人であるスコットと一体化した青年だな。これがきっかけってことね。それで?その後、無傷で生還を果たすと、何も知らないままにウルトラマンの秘密を知る謎の老人ウォルター、フリーマンに引き抜かれ、彼が結成した地球防衛組織ウルトラフォースに配属され、双金、モンスターたちとの戦いにその身を投じていくことになるんだ。だいぶワクワクする物語じゃない。そうだろ?彼自身は、若い女性に目がないアメリカ人らしい軽い性格の持ち主で、当初は怪獣は全て倒さないといけないという過激な考えを持っていたんだ。そう考えるのも無理はないけどね。変身の時には何かアイテムを使うのかしら?いや、変身の際は専用の変身アイテムではなく、自身が危機に陥らなければ変身できないんだ。だが、中盤に差し掛かると自らの意志で変身できるようになったぜ。それは良かったわね。っていうか、かなりガタイがいいウルトラ戦士ね。そうなんだよ。スコットは、ウルトラセブンたちと同じレッド族に生まれた戦士で、逆三角形のマッチョボディから予想がつく通り、巨大な怪獣を何キロメートルも投げ飛ばすほどの怪力を持っているんだ。何キロも?超パワー型のウルトラ戦士ってことね。ああ。性格もアメリカナイズされた荒々しいもので、怪獣を倒すためなら周囲の被害はあまり気にしないというある意味恐ろしいやつなんだ。まあ、怪獣に暴れられる方が危ないし、しょうがないわよ。必殺技はあるの?もちろんあるぜ。しかもたくさんな。あら、そうなの、気になるわね。
例えば腕を十字に組んで発射する青い光線で、三尖子共通の必殺技でもあるグラニウム光線や、腰のバックルからほとばしる電流を高級にして投げつけるウルトラ、エナジー、ボールもあるな。共通の必殺技なんていうのもあるのね。他にも八つ咲き降臨のようなウルトラ、スライサーは、怪獣に対して連続で投げつけて切断することができるんだぜ。しかもなかなかにグロい切断シーンで、最後はグラニウム光線で焼き尽くしてとどめを刺すという容赦のなさも見せたな。かなりやんちゃなウルトラ戦士ね。あとは、猛スピードで敵に突進するウルトラアタックのように、物理に特化した技もあるんだ。ムキムキなスコットが突撃してくるって、怪獣からしたらひとたまりもないわよね。物理もバカにならないわ。次に紹介するのはウルトラウーマンベスだ。ベス、オブライエン中尉と一体化しているウルトラ戦士にして、シリーズを通じて、初めてウルトラマンではなくウルトラウーマンと名付けられたウルトラ戦士なんだぜ。え、ベスが初めてなの？記念すべき戦士じゃない、だろ？この呼び名は後の女性ウルトラ戦士にもしっかり受け継がれているしな。ちなみに、当初は彼女をウルトラウーマンとしか表記していない雑誌もあったようで、呼び名が定まっていなかったんだぜ。まあ、そういうこともあるわよね。女性のウルトラ戦士が少ないことから、その呼び名でも伝わる可能性もあったってことじゃないかしら。そうかもな。なんなら、ウルトラマン太郎の危機に共闘したウルトラの母や、ウルトラマン AT の危機に共闘したユリアンといった、本来は戦闘しない女性陣と異なり、最初から戦うことを目的に地球にやってきた珍しい存在なんだぜ。確かに、戦士としての女性ウルトラ戦士は少ない気がするわ。だろ？実際に装金、モンスターを倒していることからも、サポート役ではない主戦力たる戦士であると言えるな。一味違ったウルトラ戦士ってことね。他にはどんな特徴があるの？見た目としては、ウルトラの母にちょっと似た髪飾りが特徴的だな。他にも厚い唇をしていたり、他の女性ウルトラ戦士より体のラインがはっきりしているぜ。なんか、アメリカの制作人の好みが伝わってくるわよね。そうだな。作中で植物怪獣グリーンショックスに攻撃されるシーンがやたら有名になっているのも、彼女の印象として根強いぜ。そうなのね。っていうか、地味にネックレスをつけてたり、おしゃれなウルトラ戦士よね。確かにな。実は、ネックレスをつけた数少ないウルトラマンではあるんだが、このネックレス部分の状態が媒体によって異なっているんだぜ。人間だって日によってネックレスを変えるし、彼女もそうなんじゃないかしら。人間のベスはどんな人物なの？ブロンドの髪と青い瞳が特徴のアメリカ人女性で、軍に所属しているためかカチキな性格の持ち主なんだ。結構頼りになりそうな女性でいいわね。でも、休日にはダンス教室に通っているという女性らしい一面もあるんだぜ。いいわね、強いし女性らしい面もあるし、素敵だと思うわ。ああ、だからウルトラ戦士に選ばれたのかもな。そうね。それで、ウーマンベスの必殺技にはどんなものがあるの？必殺技は、周囲の水を吸い上げて一気に打ち出すウルトラ、スパウトや、全員で共通の光線技グラニウム光線だ。ベスは水系の必殺技を使うことができるのね。そして最後に紹介するのはウルトラマンチャックだ。チャック、キャビン隊と一体化したウルトラ戦士だな。人間のチャックはどんな人物なの？冷静沈着な性格をしていて、若さゆえに暴走気味なスコットを抑えて助言を与えたり、司令官的な役割を担っているな。年齢もそこそこ上そうだし、大人の余裕があるわね。そういうことだぜ。ウルトラ戦士のチャックも、他の二人に比べてだいぶ大人びて見えるわね。そうだろ？チャックは冷静な判断力を持つチーム1のベテランであり、優しい心を持つ、事実上のリーダーや参謀というポジションなんだ。パワーのスコットに対して、知力のチャックといった感じかしら。ああ、見た目としては、口にはヒゲらしきものが確認できて、胸にゾフィーのウルトラブレスターに似た勲章がついているのが特徴だな。今までに多くの功績を残していそうね。戦いの時にはやっぱり知力を活かした立ち回りをするのかしら？それがな、参謀役という役割に反して、パワー系の戦いが得意なんだぜ。え？めちゃくちゃ意外ね。必殺技も強力なのかしら。必殺技は、対象を包み込む球体上エネルギーを作り出すウルトラ、バブル、ビームや、三人共通の必殺技であるグラニウム光線だな。誰かを包めるって、どんな使い方をするわけ？対象を保護するためのバリアーや、敵を捕獲するための檻としても使えるんだぜ。なかなか便利じゃない。三人合わせれば強力な相手にも勝てるでしょうね。ということで、これでウルトラマン USA の解説を終わるんだぜ。
アメリカのウルトラ戦士らしい、豪快な戦士たちだったわね。それでいて他の作品への影響もあるから、素晴らしいと思うわ。その通りだぜ。今後いろんな活躍をするだろうし、また紹介できたら嬉しいな。それは楽しみね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。